ったん。こんだけアモヤスやってて初めてだな、この技は。クルマイト。押すか。おい。ああ。疲労が。俺何もしてないけど疲れたね。シンプル疲れましたよ、俺。おもろいやん、今。赤坂君を応援するだけやって。すごかったな、強かった。富士宮。藤畑。あ、いた。ほら、見た人。確認がなし。分け洗いますか。宿舎団。キッチンが高田武雄。はい。貨物脇誰だっけ、もう一人で。はい。タドサコか。あれそこだっけ、このターン。いや、さっきのターンだよ。うん。アーカイブだ。アーカイブ。ゲンハタアーカイブでした。ゲンハタアーカイブです。メイン、私と藤宮、私と藤宮さんの3人。あ、3人か。停電ゲンが直してます。貨物です。じゃあ、伊豆さんも無理だな。伊豆さんと、とりあえず脇が空いてるのが今エンジンと貨物。いや、エンジン確か俺。奈良子は多分エンジンだと思う。エンジンだと思う。テープ2個来た時にすれ違ったから。そうだよね。その脇がプテーナ。僕が宿舎です。僕ね、結構分悪い。この後誰も会ってないです。あ、僕見てるよ、ミーティングの中。だからいないの分かってる。あ、そうなの？うん。え、アーカイブが畑名？畑県？いや、畑県。畑県名が貨物か。貨物。で、伊豆さんが、源さんと俺に挟まれてる感じになってるので、で貨物にも空いてないので無理ですね。あと源さんが貨物脇じゃないっていうことを多分証明してできると思うかな。うん、東田さんが貨物にないってことですね。うん、7個エンジンタンだけど7個は切れない。死人隠しがあるかもしれないけど7個は俺から白出します。うん、死人隠してた場合でも多分上に速攻で向かってるか。まあそうね。俺がエンジン真ん中まで行って死体もないから、まあ基本的にはエンジンも湧いてなさそうな気はするってぐらい。3等さんってメインですか？メイン。脇。そう。メイン。合ってる。ただね、メインシャワー館は扉ずっと閉まってたんで、サントスさんアーカイブ方向にしか多分抜けられないから。あ、そう、シャワーでやってる。で、アーカイブ、ん？シャワーじゃなくて、アーカイブで藤宮と。あ、アーカイブか。うん。こう、鬼木ミーティングまで行ってるんでしょ。あ、僕はミーティングの一番奥まで行ってて、多分、左側いなそうだよ。あ、いや、そう。これ、右絶対いないと。ボタン上でセットしてたから。メイン脇が伊豆サントス藤宮で、サントス藤宮が初動右、僕がエレキの方に行って、で、僕は貨物から来るメイヤさんと会って、最終貨物でゲンさんと会ってる。で、サントス藤宮もアーカイブの方行ってて、アーカイブが旗ゲン脇で、ゲンさんが右ぐるっと回ってるんやったら、藤宮見たんだ。左にしかなさそうだと思うけど。で、高田武雄がキッチン脇で、エンジンから7個が武器庫に入ってきて、うん、鬼木がコックピットからエンジンに抜けていき、それとすれ違いより7個がコックピット入ってきて、俺がすれ違いで出ていってたから。え、プテぐらいしかなくないですか？え、これ鬼だって表題ですか？いや、ミーティングは俺が入れてるメイヤさん。プテだった場合は鬼木までできるんじゃない？だって脇がまず宿舎しか、ね、シャワーのタオル入れ。オッケー。鬼見てないってどういうこと？タケプテの二陣街か、メイヤさん一陣街、短狼みたいな感じかな。コミュ。目線に押してもどこか。うん。うん。わあ。はい。先セリフ出てきます。35秒、初手33秒。おお、いいね。ま。この3名屋さん白です。
ごめん、さっきのターンでなんで左にしかないってなったんだっけ。貨物はなんで否定されてるんですか。いや、貨物脇が俺だけど、ゲンさんも伊豆さんもそっちに行って見ていない。で、貨物の下の扉を開けたのがゲンさんがいる前で俺が開けていて、はい、俺は最後伊豆さんとバイタルすれ違って、伊豆さんからもゲンさんからも死にが出てないから、貨物にいないよ。で、アーカイブの方面もめちゃくちゃ人がいるんでしょ、だって。まあ、シルがそこにいるから。不定が鬼木を見てないなんてこと成立しないと思うね。鬼木がだって奥まで見て死体がないって言ってるから。僕はミーティングの上で待機したのは、いや対抗ってなんで言わないの。それ対抗ではないですよ。武雄さんがいなくないっておかしくない。見るくない。ボタンを押してるだって不定でしょ。うん、上でボタンを待機したのが合っているんだけど、合っているし、僕が宿舎ターンで僕が浮いてる中、武雄さんが僕にしろっていう風に言ってるのね。ずっとボタン画面開いてたってこと。いや、だって見てない。33秒でボタン押せないの変じゃね。いや、そう、見てないってどういう状況だ。見るくない。絶対合うよ。ああ、確かに。最高だと思うよ。確かに。停電は早く開けてるし。そうそう、停電直ってるもんね。ずーっとボタン画面を開いてるしか成立しないから、そんなことあるかっていう。で、脇でエンジンと宿舎しかターン脇がおらず、ナナコさんがあなたのキルができない状況が出るんだったら、うん、もう宿舎ぐらいじゃないってなって、だってナナコさん死んでるから来る確定やし。出たけは対抗だと思ったけど、ね、うん、宿舎しかない。そう。全然対抗ではないと思うけど、停電のタイミングでプテさんがあのボタンのとこいたと思うけど、いや、それでプテが鬼木を見てないのが変で、プテから鬼木に対抗が出ないのがめちゃ不自然な議論だなって僕はボタンを開いていたから武雄さん見てないですよ。ずっと、はい、でもだったらもっと、しかもボタン押さずに3秒経ったってことでしょ。そうだからもっと早くボタン入らないならプテずりになるな。そう、プテさんがおかしいと思うよ。停電はめっちゃ早く直した記憶があります。でも鬼木ってプテさんに白を出してんだよね。うん、だからプテインポスターで鬼木マットとかがあるんじゃない。ありそう、うん、プテを決め打ちするんなら鬼木もするべきかなと。そうですね、今言っておきます。いい、普通にスキップ入れますけど、プテさんはとりあえず切れてはないよ。宿舎確定になってるのかちょっとわかんない。金庫行ってるはあると思うけど、ハタプテロウロウ、あ、ハタプテじゃない、タケプテロウロウあんのか。強牢もあるけど、牢牢もあるかなと思っちゃった、普通に。ういです。はい、でも偉い。ちょっとじゃあ僕喋ってなかったら喋らせてもらいますね。で、プテさんが宿舎は企画してたら、それはそれでプテさんは切ってないインポスターってことになります。だから七子さん切られてるから、高田さんのとこが切れる、ベントで金庫に行ってる場合は切れる。分かる。一応ラインで言うと、メイヤイズとかもあるかなと。いや、ゲンさんがいるから無理だ。貨物脇エレキ行きをイズさんが切ってるとかも。いや、だから、一応ある。まあ、本当に一応ある。いや、それはゲンさんが下の扉が閉まったの見てません。です。だから、めちゃめちゃレアけです。とりあえず、小島さんに説明しよう。なるほど。一応ぐらいで考えてます、うんうん、これもう宿舎確定で話進んでます。てかね、確定かどうか分かんないけど、プテがやっぱ変だと思っちゃう俺は。宿舎で湧いてるんだったら金庫に行ってるしか僕してないですよ、うんうん、で宝さんが切ってるになっちゃう。だとした場合ってずっとトータス金庫で何してたん。あ、その場合プテが死人隠しだから結局プテ人外。そうだからプテタカ二人になります。プテタカ二人外か。そう。で、プテさんが何もしない、何もしないじゃないな。死人隠ししてるインポスターで切ってないっていう感じなの。うんうん、うん。まあ、そうなると、宝さん、相方、鬼詰めしてたことになっちゃうけどね。プテ派変だよみたいな感じで。まあ。鬼詰めしてたからね、うん。あんまり相方っぽくないかなとは思ったけど、一応、武雄さん視点での場面上は。武雄さん最初に左側にはいないっていう情報を出してる人物ではあるから。うん、こっちからすると右側には絶対いないから、まあ分かる。だって俺して、僕がプテ結構人外置きしてるんで、どっちかというと竹尾さんになってて、うん、まあ七子さんじゃない、いや、七子さんか、七子さん切るの時ちょっと何も出てないんで、ちょっと教えてほしいです。てかまあ七子が死んだからあれだけど、俺視点って俺と鬼木がキッチンで湧いて、まあもうルート全部説明したけど、うん、七子とのすれ違いのルートとか、鬼木がクルーの場合って絶対左にありえなかったから存在してないし、鬼木が切る場合も。俺がすれ違って出て行って、うん、ちょっとして俺が出て行ってエンジン超上まで行って死体ないから、ね、鬼木がクルーズに考えるときに左はないってことね。そう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 、
めっちゃ安定 なら高田さんですけど、僕はプテ人外だと思ってるから竹雄さんになっちゃうな、申し訳ない、うん、あ、僕釣るの、プテを人外で、まあ、釣って終わんなかったらプテは切ってない人外ってことになるから、高田さん人外もまあまああるってことになる、竹雄さん視点プテでは落ちてはいると思うから、初手のキルはトータさんキルは僕視点は高田さんになる、うん、でプテ高いインポスター、うんうんうん、としても一郎は絶対鬼決め戦で落ちてるよね多分。いや分かんない、貨物で湧いてたら分からん、多分それを切ってくれてるでしょみんな。貨物分けだったらすげえな、青木緑赤、青木緑、ああ緑、ああ緑、下手くそすぎる、どれか開けてくれた、ボタン押したっけ、ミーティング3つやる、まあ二陣がこう1つ、ボタン押したっけ、押してないっけ、うわナイス、おお、死んでんの、兄貴待ったよね、うん、あらあら、ハタサコ持ってって、ハタサコ持ってきた、おー、いい、ハタサコなんだっけ、シェリフ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 、あー強いね、まあでも竹プテで落ちてるでいいっすよね、さすがに落ちてると思う、まあ一郎は落ちてるでしょ、一郎一強、もう一くらい何もしてないかだとですかね、なるほどね、さすがに伊豆さんだったら私来てボタン押すかなと思っちゃうから白組じゃな、あてか竹雄さんが強人確定してる時点で、あーまあその場合でも伊豆名二郎しかないから、うん、てか俺はでもプテの左側の人間を詰めた人物だと思ってるから、うん、そうね、そんな疑いそこしかないねっていう、そうね、宮さんは、うん、俺視点だと貨物脇でもなければっていう話だから、でまあ単話はどの道関われないんで、あ、七子さんキルも俺目線、あ、三都さん目線は、あ、そう関われない、2キル目関われないよ、七子さんキルもあんだな、そうです、しかも直してるね、待ってほしいね、うん、あれでもマットで目屋さん道連れされてないってことは分かんなかったっけな、目屋さん白いと思うんだけど道連れされてないのか、黒かもな、クソどうでもいいことを推理に入れるやつでも道すりされてないしなっつって、おう、あー激詰め、激詰めの人が、宝さん、宮さんの次にしろよかなと思ったけどな、あら、うーん、見てねえな、そりゃそうだ、まあタスクは終わります、終わるね、うん、1分半あれば、別に終わると思う、うん、死に言わないです。サントスさん死ぬ。さっきボタン押したの伊豆さんだよね。押したの俺やった気がする。あ、伊豆さん、伊豆さんです。あのもう絶対死んでるだろうぐらいの時に押したやつです。あれはバカ白いね、確かに。うん、そうね。てか俺もなんか右の情報整理した人間やとは思ってほしい。正直客観的に一番俺が黒そうかなとは思ってるんだけど、そう、ね、めっちゃメイズ追ってた、まあメイズ追ってたというかその可能性が怖かった、追います
メアさん、まあ、いや、まあ、ゲンさん今のターンで切られないのもだいぶしゲンさんは俺がメイズのとこ追った時にそこレア系ですって言えたのが、まあ、来るっぽいかなと思ったから、うん、高田さんはプテをだいぶ詰めてるから、まあ、そうそう、だからムーバー皆さん白いと思いますよ、ぱっと見俺がね、うん、っていうかいいかなっていう、うん、まあでも知ってんのかな、ゲンさん切るか、まあまあ高田さん最後ミーティング左まで行ってレポートは光りませんでした。ゲンさん、ゲンさん切るか。ゲンさんじゃなさそうだな。息子の写真見たけど可愛いな。やることなくて息子の写真見たけど可愛いな。タスクか？タスクか？タスクか現行犯じゃないと終わんない、勝てない気がする。てっきり白いなと思った人に殺されたからびっくりした。竹本さん2試合とも働きますね、うん、働いてる、ね、大暴れ。いやいっぱいずらずら来た。これはイビルではない、通常です。あーかわいそう。あー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 
せっかく白くなったらいいと思って。ぎゅうぎゅうだ、ここ。一人じゃないよ。一人じゃないよ、剣士。みんな見守ってる。みんながいるよ。みたいなってる。頑張れ。うわ、ハンガーケルのネタバレ食らった。うわ。まさらい。ナイス。ありがとうございます。出たかなんだ。疑いが強かったのか。いやもう無理だ。僕 HP なかったからな。HP ないわと思って、見てないが成立してないなと思ったから、もう切っちゃおうと思って。そっちだよな。むず。対象面やば。いきますかね。はい、お願いします。